こんにちは、今日はですね、朝からまた宮前のゴルフ練習場で200発を打ってまいりまして、まあ1000円入れたら200球出てきちゃうんで、まあなんとかこういろいろ遊びながらこなすってことを今日もやってまいりました。で今これは宮原になるのかな、宮原じゃねえか、西新町なのかな、大宮の、セカンドストリートに欲しいクラブとかあるわけではないんですけどね、まあ、あんまりしばらく見てなかったので、久しぶりに見たんですけど、だいぶちょっと品が減ってるなというのが感想ですね。地域もうちょっとねアイアンとかで、まあ、マッスルバッグとかもね、置いてあったりとかもしたんですけど、しばらく来ないうちになくなってた、減ってるなっていうのと、あと確かですね、メゴがあったのかな、もう半年ぐらい前の話ですけどね。あのセカンドストリートからは、南に戻れませんので、こちらで申し訳ないんですけど、倒させていただいて戻ると。本当はどうなんですかね、あんまり良くないかもしれないですけど、いつまで経っても南に戻れないので、で、まあ、戻らさせていただくっていう感じですね。で、まあ、弁方眼あったんですけど、なくなってましたね。昔はね、ナイキのタイガーウッズモデルっていうんですかね、あれが多分ね、1万円しないぐらいで売ってた時期があって、まあ、すげえ買おうかどうか迷ってってた時期も実はあったんですけどね、結構ずっと残ってたんで、ただまあ使うとなるとグリップがちょっとやっぱり気になるかなっていうような状態だったんですけど、そういうのがありましてですね、お腹空いたので、まあ、今週上げた動画やっとですね上げたんですけど、熊谷ショートコース、にいつも行ってるのは熊谷武蔵野というですね、荒川の河川敷の、ゴルフ練習場併設のショートコースには、まあ、しょっちゅう行ってるんですけども、山岳コースですね、で18ホールあるショートコースなんですね。で最長で179だったかな、まあ、ほぼほぼ180ヤードのショートコースが、ショートホールがあるショートコースではあるんですけども、ちょっとスマホを立てかけてるのが急ハンドル急発進がすると、まあ倒れるだろうなっていう感じなので、できるだけ、まあ倒れたらごめんなさいねっていう感じで、右側見えねえな、この交差点
花開くからね、そんなに間違える人も少なくなったんだと思いますけどね。まあ、地図だけで見てたから、ここは結構難易度高いだろうなっていう。で、間違って16号行っちゃうとですね、今は出られるようになったんですけど、大型車だと今でも出られないのかな。結局川越まで行かなくちゃいけないっていうんですね。1番が空いてればっていう感じで、まあ、10番、まあ、いわゆるインスタートっていうんですかね、押して回ってきました。で、その最初の10番、まあ、動画ではねちょっと分かりにくいかもしれないですけど、本当に傾斜がきつくてですね、間違いなくこう、まあ、グリーンの方からティーグラウンドにですね滑ってくるのを、多分ね、あのスキー場だと多分初心者だとちょっと怖いんじゃないかなっていうぐらいのシャドウになってます。まあ、おそらく20度はあるんじゃないかな。最大シャドウでいうともっと20度以上ありそうなんですけど、最初のホール上がっていくのでも、チャリも太ももパンパンになるわ、息は切れるわみたいな感じですね。まあ、動画回しながらこう登ったらもう、まあ、スーさんじゃないですけど、もうハーハー言っちゃうような感じの、コースになります。で、基本ね、熊谷、武蔵野とか二保川とか、下妻ミニゴルフとか、基本的には全て大体手前から、まあ乗らなくても、まあ、パーは取りやすい、手前ショートしてもですねっていうようなショートホールなんですけども、熊谷ショートに限ってはショートしてしまうと、下にまで転がって戻ってきちゃうのが間違いなく、その10番ホールとかですね、まあ、もちろん奥行ったらその下崖みたいなホールもいくつかあるんですけど、そういう以外のホールについてはですね、基本的にはオーバーめなクラブで、大体手前も砲台グリーンになってまして、あまり A っていうのはやめようと思ってたんですけど、まあ、その砲台がきつくてですね、まあ、下手するともう一回やり直しみたいな感じで、まあ、どっかのホールで、あの隣のホールでめちゃくちゃ崖下に落としてるおじさんが、まあ、動画でちょっと見切れちゃってるんですけど、多分ね3回か4回ね、下から打っても上がんないみたいなところもあったりとかしてですね、まあ過酷っちゃ過酷っすね。あのショートはかなり過酷っすね。かなりの山道も登ったり下ったりっていう感じで、そのキャディバッグの中に入れてたスマホが、まあ、キャディバッグに入れてますんで、途中で結構なんていうんですかね、ティーグラウンドまで行くのに必要なクラブだけ持って行ったりとか、グリーンに置いて
次のホールのところに行きやすいように置いていったりとかしたのにもかかわらず、上がってる回数が96回とか97回、スマホでこう段差、どのぐらい登ったかって普段どうなんでしょう、平均して4、5回とかだと思うんですけど、アップダウンきつくて96回って。で、嫁さんはですね、ずっとまあ僕のショットとかも撮ってくれたりとかして、多分100回超えてたんじゃないかな、確か。で、歩数も、まあ、スマホの歩数だと1万6000歩ぐらいだったかな。下妻でも7、8回ぐらいがやっぱり限界ですんでね、まあ、大体ショートホール、前が詰まんなければ9ホールで1時間かかんないかなって感じのペースですよね。前に行っちゃうとやっぱり1時間ぐらいかかっちゃうんですけどっていうぐらいのペースで回ってきました。で、まあ、動画の上げる順番がね、現代クラブじゃなくてひっこり先に上げて現代クラブっていうことで上げてますけど、基本的にあの熊谷武蔵野の時もそうなんですけど、実は先には普通のクラブで回って、で次にひっこりして実は回ってるっていう感じなんですね。だから熊谷ショートはまあ実際スコアはひっこりのが悪かったですが、多分もう一回回ったらひっこりのがスコア出るんじゃないかなっていう感じはします。打ち上げしなきゃいけないホールもあるんですけど、基本的には転がした方が、あそこが出るかどうかあれか、一概には言えないかもしれないですけど、安全ではありますね、そのこう上から行くよりも。特に冬場は、ひっこり自我ぐらいでこうコロコロ転がしていった方が、うん、多分安定はするんだろうなっていう感じですね。ただまあ息声の、まあ息声はありか、まあ、シニブリックを使えば済みますのでという感じでございました。結構長くなっちゃったな。うん、もうちょっと行った先のゴルフドゥーで一回、まあ、今日もちょっと見ようかなと思ってるんで、そこまで行ったら、まあ、終了したいなと思うんですけども、お腹空いたな。今ちょうど昼前なんですけどね、いい天気ですね。まあ、意外と雪も積もるとかって言われてましたけど、結局ね積もんなかったんでね、まあ、昨日あたりもね本当はショートコース行きたいなと思ってたんですけど、まあ、雪が積もっていくのはなと思ったので、昨日は行くのをやめてしまっちゃってたんですけどね。
その後、まあつなげて、まあほとんどね編集らしきことはできないんで、ただつなげて、つなげたところでまあもう文字打ってみたいな感じでやってますね。で先週だったかな、ヒッコリーのでいろんなまあ転がしたのなんだのだかっていう練習の動画で、一回アフレコみたいなのやってみようかなっていうことでですね、アフレコにも挑戦をしてみました。そしたらあれですね、アフレコってあれなんだろう、終わった後も喋っちゃうと真っ暗なままずっとなんか喋る形になっちゃうんで、あれですね、終わりをちゃんと意識して喋りを終わりにしないとあれは、ずれるんだなと思って、無駄にこう高知に行った時の坂本龍馬像とかを最後貼っつけたりとかして、まあごまかしたりもしました、ごまかしたんですけど、結構ねアフレコで、まあ、最近僕はゴルフじゃないですけどね、夏休み下手すると2回とか行ってましたね。で秋1回ぐらい行ってみたいな感じで、もうテントもう大活躍で、テントが2つ確かうちあるんですよね、なので2つ建てて、1つがね、まあ、一緒に行ってるこう、家族の、まあ、子供たち用のテントみたいな感じにしたりとかですね、そんなにね、もともとアウトドアができるタイプの人間じゃないんですけど、まあ、こういうなんかね、ゆみさんがキャンプ行きたいっていう感じもあってですね、まあ、で結構その娘の同級生の親たちと結構行っててですね、
構今日の宮前のゴルフ練習場もそうだったんですけど、混んでますね。ゴルフちょっと動きが、ああ後ろ来てるのか、じゃあどっか突っ込んであげた方がいいかな。前向き駐車しろってか、これ前向き絶妙に動きそうだからバックで入れます。ということで結構長くなっちゃってすいません。で今日はこんな感じで、失礼いたします。